おはようございます。キャプテンスのバイブルトークです。今日もマラキの2章を読んでいきたいと思うんですけども、マラキの2章の7節8節、祭司の唇は知識を守り、人々は彼の口から教えを求める。彼は万軍の主の使いであるからだ。しかしあなた方は道から外れ、多くのものを教えによってつまずかせ、レビとの契約を損なった。万軍の主は仰せられる。はい、マラキ書、1章ですね。私はあなたを愛している。神様がその選びの愛について言いましたけども、イスラエルの民はマジっすかじゃねえな、どんな風に愛してるので、神様が1章2章でね、あなた方はなんで、私を求めない、なんで道から外れるのか、なんで、汚れてしまうのかっていうふうに言うんですけども、イスラエルの民は、ね、その罪の感覚がもう麻痺してるんですね。いつそんな悪いことしました、いつ私たちがあなたに迷惑かけましたかっていうような、そういうことを言うわけです。いつ契約を、破りましたか。でそれに対して神様がまず最初に言うのは、まずリーダーが悪いと、祭司がちゃんと律法を教えない、だから、人々が、このね罪の中にいると。後半、この2章の後半では、離婚について書かれています。私は離婚を憎む、16節にあります。当然ね、そういうことも、そういう乱れもあったんだと思いますけども、このレビ記の中では、レビ記じゃねえ、マラキ書の中では、神様と人々の関係を親子の関係であったり、夫婦の関係であったり、結婚の関係であったり、そういうものに例えているところもあるんですね。今日のところもそうですけども、あなたの若い時の妻を裏切ってはならない。契約、結婚も契約です。神様との契約のこの愛、イスラエルが神様と契約したにもかかわらず、それを破ってしまう。そのね、よくこう絵があって、こう神があって人があってね、この間に罪が、的外れの罪があるんですけども、それをこうどうにか解決するために、このあと3章からね出てくるのが、さっき答え言っちゃいましたけども、イエス様、イエス様がここから登場してくるわけです。このね、本当に壮大な計画が、旧約聖書に書かれてます。マラキ書は旧約の一番最後、新約と旧約をつなぐその最後のところにあるんですけども、そこにはもうイエス様が、現れてきます。今日も一日と、ね、神様の愛を、契約の愛、そして選びの愛、アハブの愛、ヘセドの愛、私たちの心に留めながら一日過ごしていきたいと思います。それではまた明日。